アクセル・ティスチャーは、ドイツのプロレスラー、ザクセンシュードレス伝出身。現在は WWE にて、アレクサンダー・ウルフのリングネームで所属。2001年、シューコムにてトレーニングを積み、アックスマンのリングネームで、プロレスラーデビューを果たす。地元である、ザクセンシューを拠点とするエスプリングウィズを中心に、活動し、2003年より、ラッサクリオとイーストサイドポッシーなる。 タッグチームを結成。同年11月8日、州コムニティドットコムタッグ王座を獲得。2009年5月1日、ドイツのメジャー団体である WXW に参戦。この参戦をきっかけに常連となり、7月よりベルンド、フェールとタッグを結成。10月3日、WXW 世界タッグ王座争奪、トーナメントに出場。準決勝にて、 サムタック・ジャックタルカン・アスランを破り、決勝の4ウェイイルミネーションマッチに進出するも、ベルトを獲得するに至らなかった。2010年4月10日、GSW にて、イヴァン・キエフとのタックチーム、ニュー・デバインで、GSW タック王座を保持するダグ・ウィリアムスマーティン・ストーンに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュ。7月30日、WXW にて当時、 WXW と交流のあった日本の団体であるノア所属であった金丸義信と対戦するが最後に金丸のフィニッシャーであるタッチアウトを喰らい破れた。2011年3月11日、WXW のシングルトーナメントである16キャラットホールド2011に出場し、1回戦にて大日本プロレス所属の佐々木義人と対戦するが、ラディアットを喰らい敗退した。 5月15日、WXW&NOA による合同イベントの Genesis in ーマ r ー y にて、梶原聡氏と対戦して、デスバレーボムを決めて勝利した。2012年1月12日、WXW バックニザル・ツクシーにて、石川真也と対戦。デスバレーボムを決めて勝利。5月19日、WXWDeadEnd12 にて、 BJW 認定世界ストロングヘビー級王座を保持する佐々木義人にリベンジマッチを兼ねて挑戦するも前回と同じクラリアットを喰らい帰り討ちにあった7月初来日を果たし大日本プロレスに参戦28日には CZW&WXW& 大日本プロレスの3団体合同のイベントであるワールドトライアングルナイトインを大阪にて 内田だ一と対戦して、デスバレーボムを決めて勝利した。8月11日、リングネームを本名であるアクセル・ティスチャーへと変更。WXW ファンズアプリシエーション・ウィークエンド2012にて、デイビー・リチャーズと、WXW 統一世界王座挑戦権を、かけて対戦して勝利し、翌12日の WXW 統一世界王座、4ウェイマッチに王者であるエル・ジェネリコ。 バッドボーンズ、カーステン・ベックと対戦して、ベックにデスバレーボムを決めて勝利し、ベルトをダッシュした。9月14日、1デートーナメントであるアンビション3に出場。1回戦で、キム・レイにアンクルホールドを決めて勝利し、準決勝では、エリック・シュワルツにニーバーで勝利。そして決勝にて、ティモシー・サッチャーと対戦して三角締めを決めて勝利。優勝を飾った。名実ともに、 WXW の頂点へ立ったティスチャーは11月3日に CZW がオーバーハウゼンにて行ったインジャーマニーに乗り込みメインイベントで DJ ハイドと対戦してデスバレーボムを決めて勝利ベルトを防衛した2013年10月再来日を果たし大日本プロレスの大日本再強、タックリーグ戦にアックスマンとして若手である川上隆一と組んで ブロック A にエントリーするが、勝ち点2という結果に終わった。2014年1月18日、WXW バックツーザールーツ13にて、WXW ショットガン王座を保持するカーネージにスティールケージマッチ形式による試合で挑戦し、金網から脱出して、ベルトをダッシュした。3月、16キャラットゴールド2014に出場。1回戦で、くしだ。 準々決勝で、ジョン・クリンガー、準決勝で、ビッグ・バン・ウォルターを破り、決勝で、クリス・ヒーローと対戦するが、ハングマンズ・エルボーを決められ優勝するに至らなかった。10月、オーバーハウゼンにて行われた、CZW、WXW、大日本プロレスの3団体合同で行われた、リーグ戦であるワールドトライアングルリーグ2014に、 WXW 代表としてエントリーするが、勝ち点6で予選落ちとなった。NXT2015 年4月15日、アメリカのメジャー団体である WWE と契約を交わし入団。トレーニング施設である WWE パフォーマンスセンターにて訓練を開始し、6月より参加団体である NXT に昇格。 7月15日、NXT にて初登場を果たしサモア城と対戦するもマッスルバスターからコキーなクラッチへと極められ敗戦した。8月7日、NXT ライブにてリングネームをアレクサンダー・ウルフへと変更。2016年3月4日、ソーヤー・フルトンと組んでハイプ・ブローズと対戦するが敗戦。この試合をきっかけにフルトンとタッグを結成して活動を開始。 10月12日、NXT のダスティローデスタックトーナメント、クラシックにて、エリック・ヤングとニッキー・クロスを加えた、ヒールユニット、サニティとして登場。ボビー・ルードタイ・デリンジャーと対戦。デリンジャーを一方的に攻め、ルードは敵前逃亡。最後に、デリンジャーに合体技を決めて勝利した。8月19日、テイクオーバー、ブルックリン3にてデインと組んで、 n x t タックオーザーを保持するオーサーズ・オブ・ペインに挑戦。しかし、試合開始直前にパートナーを急遽デインからヤングへと交代。序盤から両チーム入れ乱れる荒れた展開となる。終盤には、ニッキーとデインの介入でアカムを襲撃すると、レーザーをリングに上げ、ヤングとの合体2で勝利。ベルトをダッシュした。WWE2018 年4月17日。 WWE スマックダウンライブにて、スーパースターシェイクアップが行われ、ヤングとデインと共に昇格を果たす。6月19日、スマックダウンライブで、リング上で、マイクアピールを行っていたウルソーズが、挑戦者を呼ぶ形で登場。入場時に、ウルソーズを強襲。リングを接見した。フィニッシュホールドその他得意技。ありがとうございます。